作庭野生生物保護区は、主にブータンの多ガン県に位置し、境を越えて、サムズプジョンカル県にもまたがる自然保護区である。ブータンの保護区の一つであり、ブータンのユネスコ世界遺産暫定リストにおいて暫定遺跡として登録されている。ヒマラヤカササギブータンの最東端の温帯生態系と景観を代表する保護区であり、 東、ヒマラヤ鉱山対新葉樹林のエコリージョンに属している。イースタンブルーパインやヒマラヤカササギなど、いくつかの固有種を保護している。作店野生生物保護区は、イエティのような未確認生物で、科学的には確認されていないが、地元の人々に強く信じているミゴイを保護するために作られた。ミゴイはこの地域の北部に生息していると考えられている。 昨天野生生物保護区を含むこの地域は2020年6月に中国政府が中国とブータンの間で争われている領土であると主張したことでニュースになった。ブータンはこの主張を否定し中国が過去に領有権を主張したことはないと否定した。2020年7月国境道路高断 b r o はブータン東部と西部ターン地域を結ぶ道路 例えば作店野生生物保護区を通るルムラタシガン、道路のような新たな戦略的道路の建設を任務とした。ありがとうございます。